メイクスクリッツ2024! ということで、プロ野球スピリッツ2024-2025をやっていきたいと思います。いけました！コントローラー。え、いけるやん。トリプレイ。あ、できた。の、マイ設定。マイ設定がわからん。何設定になっちゃうまで。そうわからんぞ、俺は。え、じゃあ俺プロでいくわ。はい、バカロラ、バカロラ、まあわからんけど。選手ちょっとでっかいとこにしよう。ちょっとでも大阪やろそれ。どこやねん。俺まるで決定やで。なんで俺お前と違うねん。イエーイ。解説は川上健信さん、里崎智也さんのお二人。なんか思ったよりちょっと期待ちょっと外れやぞ。もうちょっとリアルになると綺麗なんかと思っとったらな。まずはバファローズの先発東がバンテリンドーム名古屋の。ちょっと期待外れやね。やばい。誰これ。なんだこれ。俺が東京に来る。やべ、これさ、九州出えへんの。ちょっと待って。これ設定変えないと。何を投げるか分かっちゃうよ。あっ、あっ、はい、アウトー。アンダートどこにやっちゃうか。全力シフト。やばい、失敗した。もうボール球それ。この枠内、白い枠内が、あれで。やっべ、ちょっとな。難しい。ね、難しい、久々にやると。なんだこれ。はい、ストライク155キロ。はい、ドゥ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 、はい、ジャンプ。なんでこっち下手だろ。なんで振った。ねえ、間違えてチェンジです。バッティングいきます。投球練習ね。長押し取ったら全力になる。全力にしたら体力が減る。左のさ、画面の青いゲージあるやん。それが体力。これめっちゃ上手だったよ今。いや、上手じゃない。球が大きくなっとうから。どういうこと？押して、バツ。で、バツ押して、シュッってなっとっ、わーが。あ？何？シュッってなって、その枠が重なった時に押すと、いい投球や。いや、おお、そう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 。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。何投げるか分かっちゃうじゃん。そう、見ないでよ。あ、狙っていって空振りです。下手くそすぎん俺ら。こっちもねえ、これな、何が何か分かんないけど、まあちょっとやってみよう。あ、追い込まれています。ね、下手くそないけど。どうしよう。何投げてもいいじゃん。バントの仕方が分からへん。はい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 。あ、じゃ動かさない。あんた動かさない。あんた動かさない。動かさない。動かさない。人動かさない。人動かさない。そうなの。そうよ、そうよ。誰も行かないと思う。ほらほらほら、一応。何したんの。投げないと。多分な、これ。一塁、一塁、二塁、三塁じゃないか。丸三角。どこ投げてんの。ピッチャーの立ち上がりを捉えています。おい、どこ投げてんの。バスで打てるやん。これバツがちゃんとあれちゃん丸流し口じゃない。おい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 、ちょっとどこ、どうやってやんの。おい、お前走れ早く。おら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 、いけ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 、お前早く走れ。おら、いけいけ。何今ね、戻り方わからへん。戻り方わからへん。なあ、戻り方わからへん。絶対取られちゃった。そうやで。何これ。という成績でした。なんで俺のカーソルに合わせてんねん、あんた。それ打たれるやろ、それ。ねえ、ちょっと早く走って。どうどうすれどうかすれにくしんの。どうかすれにくしんの。取って早く。ねえ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 、これ何してんのこいつ。戻り方分からへん、ベース。あ、やばい、やばい、ちょっと、ちょっと、おお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 
ろうろいやで、なんでかで、二度押しなあかんって言うけど、え、ちょ、何してんの、バッターランナー一塁蹴って二塁へ、おいしょ、二塁蹴って三塁へ、どこどこどこ、ぽい、あと投げて、あ、なんだこれ、あねえ、ありがとう、ねえ、頭おかしいって、おい、これ何これ、おい、もう終わらへんやんけ、投げれるってこれ、これとかで投げれん、投げれんかった、ずっと押しててっかこいつ。ねえ、間違えちゃった、ホームラン打つわ、いったお前、ホームラン打つわ、弱い、なんだよ、なんでよって2回押さなあかんねんて、オッケー、ホームランちゃん、ホームラン、ホームランちゃん、走るの遅い、どこ行ってんの、何してんのちょっと待ってよ、ちょっと難しいな、難しいな、あんたストレートばっかりやん、しかも変化球を使わないと、あーやばい、これ終わったわ、一塁アウト、スリーアウトです、しかしこの回ババローズ暫定を入れております、なんで終わらないの、ほらさてバファローズの先発は東光平、なんだこれちょっと難しい、ちょっと合わさないと、やめた、あ、何振ったね、あーちょっとボール球もう終わっちゃった、そうやって三球三振や、あ、中田翔太、先頭バッターの細川は三振、まずはワンアウト、危ない、ちょっとすっぽ抜けた感じです、アウトロー、空振り、153キロ打ちました、はい、アウト、ボール球ちょっと芯をずらす、ふいおい下手くそ、イエーイそれ走れるで、四角でどこ、四角で走れんかった、あ、終わっちゃった、まあ盗塁で四角で走れてる、初球打ち、ういよ、うん、ういっす、あ、やばい、そうや、イチゴが守備じゃないやん、そういえば、うん、最悪や、古林、まずはワンアウトを取っています、大きな変化球持ってきました、いやいや早い、んよいしょー、センター抜ける、早く投げて、早く投げて、早く投げてって、なんだ、低めは外れました、ボール先行です、何投げてんだ、ったくそ、空振りになります、はい、わーお前痛い、うざ、打ちました、あ、やべえこれ、あ、これはやべえ、セーフ、オッケー、危ねー、でランナー残りました。あ、やべ。キャッチャー送球して。セーフ。よっしゃ。え、アウトじゃん。見事決めました。いや、これは。奥でバットやてれっかったし。ビデオ判定ないのこれ。ビデオ判定。ああ、お前下手くそ。下手くそ。投手はまずまずですね。なる。打ちました。アウト。破りましたセンター前。はい。あ、続け。え、あ、何やどこ投げた？え？
肩悪くね、はい、ここはなんでなんでじゃねえ、さあ仕掛けてくるでしょうか。打ちました。これなーにやってんの、なーにやってもなーに、うまいうまいかいかいけない。え、ちょっと待って、これ絶対コントロール設定やばい、終わってる。なるほど、そうですよね。打ちました。やべえな。これで三連打、オーアウト満塁です。え、でもまあ走らんかった。いや、満塁。さあこの場面で打席には2番の田中が入っています。ここはゴロを出したいですよね。そうですね。ここはゴロを打たせたい場面ですからね。ゲッツーを狙いたいですね。なるほど。ちょっと吸収。いけるかどうか。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。やべ。まあインコースを詰まらせるか。もしくは変化球打った。ボテボテの当たり。待って、これさ、ボタンが違うからさ、丸押しても一塁投げれ。これはまずいですね。さあこの場面、3番のカリステがバッターボックスです。ここは三振を取りたいですよね。いや、このダブルクリックが結構俺を苦しめてる。キレがありますよね。そうですね。ショート。はい。どういうシステム？初球打っていった。はい。ホームラン。バックホームする。犠牲フライ。ね、肩弱くね？肩弱くね？バックホームでこの肩どないなってんの？育成しない。バッターは5番。徹底したいボールしたいところ。完璧！完璧！さっきのは。そうなんですよね。まあこういった展開の場合はね、取れる。セーフティーバント。いける。これ決まってないですね。よし、いい当たり。バッターは4番の森。先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。これで連続の空振りになりました。ランナー飛び出している。2塁送球、1塁タッチはアウト。牽制でアウトを取られました。いやーちょっと打っちゃな、投げてないんだけど。リプレイでボタンミスった。あ、やっべ、これ。あ、いけるいけるいける。この打球はフライになっています。カリステ、バッターボックスは6番の福永。ここはチェンジアップですよね。さっき打たれたボールをどう使うか。打ちました。はい。あ、待て、取っちゃう。あーもうなんで丸がファーストじゃないの。先頭バッターを出してしまいましたね。2球目打ちます。ヒットになった。これは何でいい。これ二塁ベースなんだ。そして打席には村松が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。ショート、あ、やべ、終わった。だんだん上手くなってるよ。ホームへ、センター前ヒット。これでマルチヒット。ねえ、マジ肩弱すぎるんやけど。どないやっとんこれ。さあピンチは続き、満塁という場面。打たせないよ。ここでその流れを断ち切っておきたいですね。打たせないよ。なるほど、そうですよね。打たせないよ。全部打ったか。全部打ったか。小林が入ります。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、満塁のピンチは続きます。まあ、ここはもう一踏ん張りして、リードを守ってこの回終わりたいですよね。なるほど。そうですね。はい、決まってるね。レフトへ。これは大きいぞ。外野ヒットになりそうだ。これやばいか。イエイ。あんた、それ近くで走れるのに。帰ってきました。痛いですね。さあこの場面で打席には3番の。あ、やっべー。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。バットの先。こりゃあ打ち取って。抜けた。センター前に抜けます。サードランナーがホームに帰ってきました。俺どこ見とった？俺全然さ。全然ボール見なかったんやけど、なんでか。俺なんかボールとして中田しないし。なおもピンチの場面で満塁となっています。左中間へ持っていった。おいさすがにこれは、さすがにこれはアウト。これはさすがにアウトです。すぐ取り返したいですよね。そういう意味でも、あ、よし、いけ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 。
よし、これは伸びている。取れる。ありがとう。ねえマジでさ、これどうにかならん。ねえ三角がさ、ここで三塁で丸がホームでどないなってんの。やっべ、いい音だ。寿司なんなんそのボッテボテの。何してんの長は。見ました。打ちを意識させる。バットの先、ショートの右、取った。わからん、なんボタンがわからん。どこに投げたらいいね。やっぱ、あ、終わった、終わったな。もうイエー。ランナーがホームに帰ってきました。そうですね、いい当たり、掴んでアウト。あ、打ち上げました。いや動かしてないと、バット動かせないよそりゃ。いやど真ん中振ってたわ。あー、変な打ち方しやがって。ほんま三振になります。以後は空振り三振に倒れています。さっきは中途バントしました。高橋、あーちょっと難かったが。バンテリンドーム名古屋からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターは5番の中田。今日はまだ当たりませんね。ここも慎重に。ちょっと本当に当たりません。三振、ワンアウトです。普通のボールにした。普通のボールじゃない。先ほどの打席、ソタにまずは先頭バッター。よーし、ここはフライになっています。これなんで。よし、あーいい、オーライはい。もう体力ないんかよこいつ。初球打ち、うーん、ポーン。これで3安打猛打賞。ちょっと待って、マジもう何塁に、セカンドフライの8番村松、何を投げたら何塁になるか。今回は頑張ってくれ、今回は頑張ってくれ。あっという間にセンター前へ。まあここで点が入ると流れが悪くなるかもしれませんから。打ちました、取った。こっちや、よし、オッケー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 。いや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 、そんなことない。1回の裏、追いかけるバファローズの攻撃。前の打席はサードゴロでした。バッターの西野、叩け。よし、来た。いいよ、いいよ、これでマルチヒット。いいよ。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁にランナーを出していきます。バッターは西川、走ってきた。セーフやろ。よっしゃ、セーフ、ナイスセーフ。チリ盗塁を決めてきました。なんだそれ。出た、これや。よし。何してんの。あ、やばい、これ、うん、何してんの。何してんの。あの、調子悪いました。そういえばイチゴが守備じゃなかったんや。ごめんね。ワンアウトランナー一塁です。ナイスボールですね。はい、変化球が決まっています。これで追い込まれました。ランナースタート。あー、これはいいですね、これはいいですね。ただ普通のヒット。そしてバッターボックスにはホームラン、ホームラン、ホームラン、ホームラン。おい、ゲッツーやんけ。おい、足遅いな。おい、やっぱ2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。こっちが一塁やな。ちょっと覚えてきたよ。なんでこれ覚えなあかんねん。バッターボックスには田中、ここは送りバントで来るかもしれませんね。なるほど、そう。2球目打ちました。ああ、いけるんかいそれ。ヒットになった。していけるかどうか。あ、なんかもう終わってる。ワンバウンドヒットになった。
これで走らへんのがありがたい。長押ししとったらさ、なんかさ、この右下のやつがさ、なんか走るってなる。何やったの？それ無理やね、それ無理。あ、なんでカットボール打たれんねん、この芯を、芯を外してる。完璧なカットボールやったろ、さっきの。ねえ、なんでこんな合うの？謎なんやけど、謎なんやけど。え、上手っていうか、なんで合うのそれ。上手じゃん。いや、ほんとにカーソル動かしてる。上手だから。あ、うまいからさ。え、どういうことねえ。肩弱すぎんで、え、なんで、え、なんで、なんで、なんでなの。え、あんたなんか走ってるで。おい、取りに行け、森。お前、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました、ドラゴンズ。ねえねえ、3ポイント入った。先ほどのヒットはいい当たりでしたよね。はい、タイミング合っているようなんでね、ここは緩急つけた配球がいいかもしれませんね。いや、そうですね。いや、これも操作法を変えてくれ。まあ、上手いからさ、バッティングが。無理です。2球目打ちました。ショートうまくさばいて、ショートのフィルダースチョイス。バファローズピンチになりました。何が楽しい。ああ、ほら、お前さ、同じとこしか打てない、やっぱり。さあ、どのように。はあ、はあ、ライト前ヒットになります。よし、これは非常に。ああ、なんで走ってんの。あんたがなんか押しとかや、この走るマークやって。あ、二人で何やと思えない。何してんの。何これ、こっちや。おいさ、なんか、え、何これ、何これ、何してんの、お前。何してんの、何で動いてんの。何してんの、お前。何してんの。ねえ、あ、何走らせてんの。動いちゃった。動いちゃったじゃねえよ、押してるからやろ。勝手に動いてる。勝手に動かへんわ。の打席ではね、うまく捉えられてしまいます。打ちました。あ、何し、よいしょ。サードランナーホームイン。一塁蹴って二塁に向かう。ああ。あ、なんか走ってる、走ってる。ああ。やった。やった。あ、もう終わりだ。普通に下手くさいでしょ、俺。よっしゃ。はい、待て待て。はい、ちょっと、やめて。はい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 、しっかりやり返したい気持ちはある。2球目打ちました。あー、終わってるかも。セーフや、オッケー、危ねー。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン。これはいった、これはいった。セカンド回ってサンルイに向かう。オッケー、走ってる。オッケー。ワンアウトランナー三塁一塁。打順は9番、宗。点差はありますけど、最後まで諦めないで、いい攻撃、いいプレーを見せてほしいですね。何ですか。さあ、残り回も少なくなってきましたが、しっかりと点を返していきたい。なんでよ。はい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 。打ちました。レフトへ打球伸びる。サードランナータッチアップ、ホームに送球。肩強くね、アップね。おい、何してんだ。走球。おい、1点返すのが精一杯やったんやけど。やった。初球から一塁一塁入って、はい、切れませんでしたよね。打ちました。諦めてる。これで3安打猛打賞。ツーアウト。何やその。今度はしっかり抑えておかない。ああ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで5打席連続のヒット。されて厳しい状況ですけど、ここ打ちました。あ、おわめ。ボールを拾って一塁送球します。お前取るなよ。後ろのやつが取るやろがしょとかよ。バッターボックスは9番の木下。なんでお前取りよんど。取れへんねと取んなよ。大きく外れます。2球目打ちました。これはセカンドライナー。変化球空振り、ワンアウトです。今日3打数3安打と当たっています。はい、絶好調。打ちました。これはナイスバッティ。ましたよね。はい、はい、安定した良いスイング。ランナースタート、2球目打ちました。このフライはヒ
ットになりそうだ。ヒットになった。これはいい、いいよ。え、止めた。もう最悪なんやけど。おい、最悪なんやけど。ねえ、これさ、何かあった今、この走者だけ足らすとかさ、そういうのができるはずなんやけどさ、もう最悪や。最終回やって。さすがにアウト。歴史に残るような奇跡の大逆転を期待したいところですよね。大逆転やります。いやもちろんそうですね。お前11点差とか無理やろ。展開ではありますけど、まあ、最後まで諦めずにですね、奇跡を起こしてほしいですよね。このそうですよね。そう、これがめちゃめちゃ曲がりよる。よし、センターの前に落ちる。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。さっきはしっかり捉えた、いい当たり、はい、ここでは。いった、いった、お前、いった、いった、お前、おい、なんでボール、おい、こんなに差が開くとはね、予想外でしたけど、最後まで全力で戦ってほしいです。また初球、あー、ゲッツーだ。そのまま入って、二塁アウト。際どかったがアウト。ダブルプレーです。8番バッター、紅林。さっきはいい当たりを飛ばしましたよね。うん、今日はタイミングが取れてるんで、ね、積極的に行っていいんじゃないですか。はい、思い切りのいいバッティング、打ち上げた。あー、前になっています。よしよし、内野フライ掴んでアウト。これでイエーイ、試合終了です。え、何がおもろい。うん、あいそうでしょから、ほんま。おいしょおいしょ。